サイバーエージェントコエブコエブは株式会社コエブが運営していた音声専門のコミュニティサイト2007年にカヤックが開設し2014年にサイバーエージェントに譲渡され同社市会社になったコエブでは会員がセリフや詞を吹き込み録音して投稿し他の会員の声を再生することができ会員同士で声への評価を競い合う基本機能は無料一部機能は 月額540円の使用料がかかる。中学生、高校生のユーザーが多く、アニメファンや声優志望者に使われている。2016年9月30日、サービス終了。部員登録することにより様々な機能が使えるようになる。BBS の書き込みや気になった部員を登録できる、お気に入り登録、投稿作品に対して、 スマイルボタンを押して評価すること等が可能になる。スマイル機能等。スマイルは3段階までつけることができ右になれば、なるほど高評価である。また、コエブライブの参加が可能になる。コ部ブ公式での用語を説明する。リアルタイムで様々な人たちと音声とチャットを使った生放送ができる。ライブに参加するのは2通りあり、スピーカーとして参加する方法と、 リスナーとして参加する方法の2種類ある。リスナーは入室した初期状態でテキストチャットを打つことしかできないが、スピーカーになるボタンをクリックすると、スピーカーに変わり、自分のマイクの音声が流れるという仕組みになっている。ちなみに、かつてログインせず、ゲストとして参加することもできていた。だが、テキストチャットを打つことができない上に、スピーカーに切り替えることもできない。 閲覧のみである、ありがとうございます。